つもりの動画作るの難しい。霊夢、心の俳句。おい、いきなりどうした？難しすぎる。だからどうしたんだって。なんだよこの始まり方。視聴者さんが置いてけぼりなんだぜ。だって聞いてよマリサ。前回案内所の機能をある程度学んだところで動画を終えたでしょ。あ、そうだったな。これからいろんな素材を集めるんだろ。ほらもう素材集め始まってるじゃねえか。あ、ばば、待ってしおんちゃん、ストップ。オープニング撮らないといけないんだから。無理だよ。だってこれ前回尺に収まりきらなかった録画の残りだもん。難しすぎる。ということです。どういうことなんだよ。あ、なるほどですね。今全く知識がない状態であつ森をプレイしていますよね。それで適当に遊んでいるわけではなく、ストーリーに沿って進めているので、ある程度キリがいいところまでプレイして録画する。しかし編集してみると想像以上に使いたいシーンが多く、泣く泣く録画の途中で動画を終わらせた。結果前回の続きの録画が残っていて、それを次の動画で使わないといけない。いきなり話が飛ぶとわけがわからなくなりますからね。しかししおんちゃんには動画のオープニング中は、できればじっとしてこちらを向いていてほしい。ですがプレイ中はここで動画のオープニングが入るなんてわからずに撮影しているので、そのオープニングにふさわしい絵が撮れていない。でもオープニングは入れたい。そのギャップで霊夢は悩んでいるというわけですね。霊夢苦悩の理由は分かったが長い、しめたすぎる。はい、この説明の間にもしおんちゃんは果物を食べ掲示板を読み謎の地面の光を見つけ、そして今まさに虫を捕まえようとしています。長い。まあそれはしょうがないじゃないか。不慣れなゲームを実況してるんだ。そういうイレギュラーは仕方がないんだぜ。あ、しおんちゃん虫捕まえちゃいました。だからしょうがないだろって。しかも何かと思ったらガカよ。貴重な取れ高が。あ、捕まえたところも取れ高にしたかったんですね。まあ確かに難しいわよね。どれぐらい録画すればちょうどいい動画の尺になるか。ちょっと待って、さすがにそれ以上進まないで。その先の取れ高は何としても死守して。うわ、霊夢が困ってる。シオンに任せろ。マロニキ召喚。ついに源氏が時間稼ぎに使われだした。よかった、これでひとまずは安心だわ。これで安心だと思えるんならお前はもう病んでるわ。確かに難しいよな。ちょっとずつ撮影しながらちょこちょこ編集していくしかないんじゃないか。ふ、甘いわね葵ちゃん。そこにも大きな壁が立ちはだかるのよ。それは現実の時間とリンクしている問題。確かにちょこちょこ撮影すれば尺は調整しやすいわ。ただ編集に時間がかかってしまったら、さっきまで夜だったのに次のシーンで急に朝。そんな恐怖映像が垂れ流されてしまうのよ。いやそれはもう仕方ないんじゃないか。ある程度妥協も必要だろ。しかもその影響は動画の撮れ高のみにあらず、恐ろしい。忘れもしない。そう、あれは前回の動画のサムネ用に案内所の中のスクショを撮ろうとした時だった。何の警戒もせずに無人島に来たところ。ぶっ込んでくれたな。という恐ろしい事件があったのよ。再び都合よく召喚される源氏。マロニキのおちょんとっても便利だな。シオン、心の俳句。今すぐ源氏に土下座してきなさい。よし、シオン初めての虫捕まえたぞ。でしたけどね。さっき捕まえた虫を確認してたら、見せびらかすっていう選択肢があったんだよな。ほら、これがシオンが捕まえたかだ。ガを捕まえてどやってる人初めて見たわ。うわ、なんという優しい世界なの。みんなめちゃくちゃ拍手してくれてたじゃない。これは自己肯定感爆上がりなんですけど、見せびらかしたい。シオンもっと見せびらかしたいんですけど。あ、そうだ、マロニキに見せびらかしに行こう。源氏も面倒な子に好かれちまったんだぜ。マロニキいる？あ、いたいた。ねえねえマロニキ、シオンいいもの持ってきたんだから、ちょっと待っててね。すぐに出すからね。じゃじゃーん、シオンが取ってきたかだ。うわ、ほら見て、めちゃくちゃ喜んでくれてる。マロニキめちゃくちゃ喜んでくれたんですけど。いいじゃない、いい笑顔だったわね。でも後ろ向いててほとんど顔が見えなかったわね。マロニキの尊い笑顔が。よし、角度を調整して今度こそ正面からマロニキの笑顔を見るんだから。よし、こんな感じでいいかな。マロニキちょっと待ってね。もう一回シオンが捕まえた顔見てちょうだい。不純な動機で何度も顔見せられる源氏。じゃじゃーん、シオンが取ってきたかだ。あれ、なんなのマロニキ、その冷めた目は。やめて、そんな目でシオンのこと見ないで。この表情の温度差が悲しくなるから。確かにこれはすごい温度差だな。なんでマロニキ今度は喜んでくれなかったの。いや、普通に考えて2回も喜ばないだろ。最初はすごいね、よかったねってなるけど、同じのを見せびらかされてもこの前見たやつだってなるじゃないか。う、そうなの。でも他のアイテムは見せびらかせないし、違うかならどう。じゃじゃーん、やった。見てマロニキがまた喜んでくれたんですけど。見えないんだぞ。そんなバカな。そんな、なんでそんなところにいるのよマロニキ。シオンはマロニキの喜んだ顔が見たいだけなのに。くそ、もう一回よ。もう一回見せびらかして喜んでもらうんだから。よし、今度は最高の角度で見てやるんだからね。ここで見せびらかす準備をして。よし、またこの場所で見せびらかす。うわー、もうマロニキ
敵なんて知らない。あ、今源氏、あいつ何しに来たんだみたいな目でシオンのこと見てたんだぞ。シオンの心砕け散りました。まだよ、まだきっとチャンスはある。違うが、だったら喜んでくれたわよね。だったら新しい虫を捕まえたらいいのよ。さっきの場所に行けばきっとまたガがいるはず。あ、ほらいた。よし、新しいガをゲットしたぞ。そんな動機でガを取りに行く人初めて見たわ。シオンちゃん、シオンちゃん、左に別の虫もいましたよ。大丈夫でござるよ、ヨウム殿。もちろん、チェックすみでござる。一体誰なんだよ。これは、オーセンチコガネだって。これなら絶対に大丈夫でしょ。今度こそバッチリ正面でマロニキの笑顔見てやるんだから。マロニキのテントに急げー。喜んでもらえないがに価値はないからな。そういえば複数選択で一気に売れるんだってな。ワオナーさんがコメントで教えてくれてたんだぜ。てかそもそもガなんかに値段がつくのか。誰も好き好んで買い取ったりしないんじゃないか。あ、ガ3匹で390ベルだって。オレンジより高値で買い取ってくれるわ。七月くんを問い詰めてもいいかしら。他にもいろいろ売ったら結構お金貯まったわ。何か買っちゃおうかな。あ、このキュロット、これ履いたらちょっとシオンの衣装に近づくかも。色とか形とかちょっと似てますもんね。いいじゃないですか。こうやって少しずつシオンちゃんに近づいていくんですね。最高なんですね。よし、もっともっとお金を貯めていろんなアイテム買っちゃうぞ。はい、これで300出る。ついにオレンジのことを金額で呼び出したぞ。うん、悲しい。借金は人を変えてしまうのね。シオンちゃん、オレンジは売るためのものじゃないわよ。食べるためのものなんだから。食べ物のことではすぐ絶望しますよね。あ、そうだ、そういえば虫取り以外にも魚釣りもできちゃうんだったわよね。そうでしたね。集会所で釣り竿も作ったんですよね。よし、頑張ってお魚釣るぞ。え、お魚釣って釣って、何がいいかな。お刺身かな、焼き魚かな。立ち直るの早すぎるだろ。あ、あれ、これどうしたらいいの。お魚釣れそうな気配が全然ないんですけど。浮きも流されちゃってるわね。シオンちゃん、上の方に魚影が見えてるわよ。あの近くに投げないと釣れないんじゃない。そういうことなの。でもさっき投げた時全然遠くまで飛ばなかったよ。どっちみちあの魚影のところに届かないんですけど。ってことは釣るポイントが悪いんじゃないか。釣れそうな場所を選んで釣らないといけないんだぞ。オッケー、わかったわ。それじゃあ他のお魚さんを探してみようっと。あ、いたいた。これなら届くんじゃない。いけー。よすげー。めちゃくちゃいい場所に投げられたんですけど。さあ食いつきなさい。シオンが釣ってあげる。あれー、ちょっとお魚さん、そっちじゃないよ。なかなか食いついてくれないわね。近くに投げるだけじゃダメなのかな。そんなお魚釣るのってどれだけ難しいのよ。ダメだ、全然食いついてくれないんですけど。お魚さんから見えてなかったのかな。今度はお魚さんの前に落ちるように投げてみようっと。この辺だったらどう。あ、気づいた、今だ。うわー、釣れませんでした。おい、何やってんだシオン、全然釣れてないんだぞ。引き上げるのが早すぎたんじゃないか。お魚さんも逃げちゃったんだぞ。そんなやっぱり釣れてない。食いついた瞬間に引き上げたらダメだったのかな。もっと激しく食いついてからなのかもな。まあ最初だししょうがないんだぜ。今度は違うタイミングで試してみるんだな。早くお魚さん釣りたい。早くお魚さん食べたい。よし、今度こそ。今度はしっかりと食いつくまで待つ。あ、気づいてくれたかな。まだよ、まだまだ。もっと激しく。あれ、お魚さん逃げちゃったんですけど。なかなか難しいですね。さっきのお魚さん、いきなり激しく食いついてませんでした。え、そうだった。最初は様子見でちょこんとつつくんじゃないの。最初に食ろうとした魚はそうだったわよね。必ずしも最初につつくんじゃないかもしれないわね。いきなり食らいつくこともあるのかも。なるほど、しっかり見て釣らないといけないのか。あれ、今ヤドカリさんを捕まえようとしてたんだけど。ヤドカリさんにも逃げられました。釣りと虫取りのセンスが絶望的すぎるな。そんなことないもん、シオン虫取りは苦手じゃないんだから。バトリ名人のシオンちゃんと呼んでくれていいんだよ。本当にそう呼ばれたいのか。うわ、今度はつついただけだった。さすがに魚釣り下手すぎるだろ。違うもん、シオンのせいじゃないもん。そうだ、この釣り竿のせいだ。ほら見てよ、この釣り竿しょぼいんだから。もっといい釣り竿なら絶対に釣れてるんだから。釣り竿のせいにするのやめてください。よし、今度こそ絶対に釣ってやるんだから。あ、釣る前に逃げられてしまいました。ついに釣るチャンスすら与えられなくなった女。
シオンちゃん、そろそろ本気出してくれる？いや、シオン本気出してるんだけど。そろそろ食ってくれないと困るんだぜ。私もう、ツッコミ、疲れた。ちょっと放棄するのやめてください。ねえねえシオンちゃんまだ？私もうお腹ペコペコなんだけど。それでもゆゆこには食べさせません。なんでなのよ。てかまたヤドカリ見つけたんですけど。やった、出てみて。今度は一発でヤドカリ捕まえちゃった。やりましたねシオンちゃん。この調子でお魚さんも釣り上げてしまいましょう。当たり前なんだよな。釣り竿にも近いですと、さっきからそこに大きな魚影が見えてたのよね。今度こそ絶対に釣ってみせるんだから。よしよしもう騙されないわよ。しっかりと食いつくまで待って。あれ？なかなか食いついてくれないんですけど。かなり警戒してるみたいね。ここは慎重に。来た、うわめちゃくちゃ抵抗してくるんですけど。うわぁ。やった、見て見て、釣れた。やっとお魚釣り上げることができたんですけど。すごい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 。やったじゃないシオンちゃん。大きくて綺麗な鯛。鮮度抜群のうちにお刺身でいただきたい。一気に見せびらかしに行こう。なんでなのよ。ゆゆこ様もう諦めてください。マロミキー、ダメだ、マロミキ、もうシオンのことで喜んでくれないんだ。マロミキ、マロミキ、シオンが見せびらかしすぎて、嫌味なやつだって思っちゃったの。ごめんなさい、ごめんなさい。元気出してシオンちゃん、ワオナーさんがコメントで教えてくれてたんだけど、島民たちは話しかけすぎると不機嫌になっちゃうんだって。それと同じ感じで、もしかしたら拍手してくれるのも1日に2回までとか、そんな制限があるのかもしれないわよ。霊夢、そうなの？え？それじゃあ、前回マロミキがモヤモヤしてたのって、カロリーの計算がしたいからだと思ってたけど、シオンのせいだったの。まずいシオンちゃんのネガティブスイッチ入れちゃったかもしれない。ごめんマロミキ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。いい加減拍手はもう諦めろよ。だってだって、拍手してもらいたいんだもん。まあいいや、確かに回数制限があるのかもしれないしね。マロミキは拍手の安売りはしないのよきっと。また今度拍手してもらおうっと。拍手自体は諦めてないんですね。あ、シオンが蜂に刺された顔を見てびっくりしてるんだぞ。まあそんな顔で話しかけられたらびっくりするよな。薬がどうのこうの言ってるな。もしかしたら薬を塗れば腫れた顔も元に戻るのか。それはいいことを聞きました。うわマロミキ、シオンのために薬のレシピをくれたんですけど。ケンジ君なんて優しい子なの。これは早く治った顔を見せて安心してあげないとね。シオンも一生このままかと思ってたのよね。さすがマロミキ、いいこと教えてもらえたんですけど。怖いですね。この状態でもう一度刺される時を失っちゃうみたいです。これもいい情報を教えてもらいました。刺されて気絶してみろってこと。動画的にはその方がありがたいわ。あれだ、可能にすぎるだろ。デカ坊主取って服破けるマロミキ、可愛すぎるでしょ。ショートすぎる。よし、せっかくマロミキが薬のレシピ教えてくれたんだもん。薬を作ってマロミキを安心させるぞ。あったあった、この左上のがきっと薬のレシピよね。素材は何が必要なんだろ。さっきシオンのことを刺した蜂の巣、この巣も売っちゃうんだからね。ねえねえ豆吉くん、この蜂の巣はいくらで買い取ってくれるの？どうすげー、300ベルだって。これは1個しか持ってないわよね。少数少年の蜂の巣1個で300ベルなんですけど。なんでやー、これはもう1回刺されて気絶する運命なんだぞ。そうか、蜂に刺された顔を直すのに蜂の巣がいるのか。さすがにそれは予想できなかったわね。前回華麗に売り飛ばしちゃったもんね。これからはあんまりアイテムは何でもかんでも売らない方がいいかもしれないな。うん、でも持ち物がすぐいっぱいになるんだよな。ほら今もう埋まっちゃってるでしょ。とりあえず一旦アイテムは整理しておかないとなのよね。お魚は釣ろうと思ったらいつでも釣れると思うから、お魚系は全部売っちゃおうかな。え、お魚を全部売る？ダメダメよシオンちゃん、それだったら全部私が買うんだから。強くローンは出るはありませんよゆゆこ様。とりあえず一括で売っちゃおうっと。貝殻系も歩いてたら結構落ちてるもんね。これも売っちゃっていいか。サンドダラーってなんだっけ。シオンどこで手に入れたか全然覚えてないな。まあいいや、とにかく売りまくってやるんだから。こんな感じでいいかな。これでいくらぐらいになるんだろう。6920ベル。すごい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 、めちゃくちゃ高値で買い取ってもらえるんですけど。ちょっと待って、さすがにこの売り方だったら何が高いのかわからない。ちょっと一つずつにして値段の確認をしたいんですけど。おお、シオンちゃん意外と冷静じゃないか。確かに価格調査は大事だよな。これからの無人島生活、借金返済以外でもきっとお金は大事なんだぜ。でしょでしょ、シオンもちゃんと考えてるんだから。意外とってなんなのよ意外とって。そこ気づいちまったか。どうすげー、見て見て、3000ベルだって。鯛がめちゃくちゃ高かったんだ。さすが鯛ですね。鯛といえば高級魚ですもんね。あの弾力のある歯ごたえ、鯛のお刺身食べたい。よし、それじゃあお金稼ぎだ。いろんな素材を集めまくってやる。おいシオン、一番高かったのは鯛だったんだろ。それならひたすら魚釣
釣りをしてた方がいいんじゃないのか。いやそれはそうかもしれないけどね。でも釣りって一匹釣るのに結構時間かかるでしょ。それにさっき釣りをしたら石が釣れちゃったのよ。大じゃないお魚は800ベルだったし、お魚が全部めちゃくちゃ高値で売れるっていうわけじゃなさそうなのよね。なるほどですね。簡単に手に入る素材をたくさん集めて、それをまとめて売る方が効率がいい場合もありそうですね。そうそう、珍しい虫も高く売れるかもしれないし。なるほどな。不安なりに意外と考えてたんだな。だから意外は余計すぎるんですけど、とにかくいろんな素材を集めるぞ。あ、今空かに刺されに行ったよな。シオン、ハチに2回刺されて気絶しちゃいました。いい刺されっぷりだったわよ。シオンちゃん、何か間違ってる気がする。さて今日も1日頑張るぞ。え、家が建ってる。シオンさん、それもうネタバレされてますよ。そうでした。いいないいな、立派なお家いいな。シオンだけテントなんですけど、週間に1回ぐらいしか島に来ませんからね。でも源氏は和風な子だから、家もやっぱり和風の家になるのね。いいわよね、和風の家。屋根も瓦だしとっても素敵じゃない。シオンも和風の家欲しいな。今はまず借金返済しましょうね。ポストに何か届いてるな。あ、この間通販で買った商品が届いてる。それにお母さんからも何か来てる。シオンのお母さんって誰？ここ深掘りしなくて大丈夫です。よし、届いた衣装を着てみるぞ。まずはもちろんメガネから。クロスで見て見て、メガネだ。しっかりメガネ装着できたんですけど。いいじゃないいいじゃない、シオンちゃんといえばやっぱりメガネなのよね。キュロットもいい感じですね。普段のシオンちゃんにかなり近づいたんじゃないですか。最高なんですね。ちょっとずついろんなものが揃っていくの楽しすぎるんですけど。かなり満喫してくれてるよね。この調子でどんどんいろんなものを揃えていきましょう。揃える揃える。でも荷物をいっぱい受け取ったから、さらに持ち物がいっぱいになっちゃったな。設置型のアイテムは適当に置いていこうっと。あ、なんかお布団持ってるわ。ビーチベッドもあるんだぞ。なんか寝るための家具ばっかりだな。いろんな寝方が楽しめます。そこで喜んじゃうのがシオンなんだよな。お布団敷いちゃおうっと。めちゃくちゃいいんですけど。よし、寝心地チェックだ。おやすみなさい。寝心地をチェックするだけにしてください。ビーチベッドはやっぱりビーチに。あれ、なんか銀座落ちてるんですけど。ほんとだ、もしかして島の外から流れ着いたのかな。あ、なんか中身入ってない。ローマ字だ。見て見て、これメッセージボトルなんだって。何のメッセージなんだろ。ふむふむ、メッセージとともにレシピが入ってるみたい。うわ、シオンちゃん、イメチェンするための鏡のレシピなんだって。え、イメチェンできる鏡？作りたい作りたい。シオン、鏡作りたいんですけど。やることが決まったんだぞ。鏡の素材を確認しに行くんだぞ。行く行く。でもその前に寝心地チェックは欠かせないんだよな。早く素材の確認に行くんだぞ。素材の確認も大事だけど、シオン、久しぶりにマロニキに会いたいんですけど。さっきの夜のタイミングからバッチリ2週間経ってるからな。もしかしたらもう忘れられてるんじゃないか。それは悲しすぎるんですけど。あれ、マロニキ家にいないんですけど。なるほどですね。家の住人が外出中の時は入れないんですか。まあセキュリティ的に当然といえば当然ですが。シルビアさんはいるかな。シルビアさん、あ、シルビアさんもいないんですけど。そういえばシオンちゃんがテントから出てきた時にちょうどシルビアが出ていくところだったわよね。あ、そっか、そういえばそうだったかも。よし、それじゃあシルビアさんとマロニキを探しに行こうっと。お、うわ、蜂の巣だ。蜂の巣が落ちてたんですけど。これ最後にシオンが刺された時の蜂の巣か。どうやらそうみたいね。シオンちゃんが戻ってくるまで2週間ずっとここに落ちてたのね。2週間も待たせてごめんなさい。でもこれで薬も作れちゃうんですけど。もうシオン、蜂なんかへっちゃらなんだから。あ、シルビアさん発見。シルビアさん、お久しぶり。シルビアさん元気そうで何よりですね。あ、やっぱり2週間ぐりなこと突っ込まれますよね。シルビアさんなんかお母さん身があるな。なんかお説教されそうな予感。あ、誘って欲しかったの。誘って欲しかったのかよ。この間ツンデレっぽいって言っちゃったけど、もしかしたらちょっと違うのかもな。まあまだ知り合って間もないからね。いろいろ話してたら分かってくるんじゃない。よねー。シルビアさんは見つけたから、残すはマロニキだな。マロニキどこにいるのかしら。あ、いたいた。マロニキ発見。可愛い顔が見えるように角度に気をつけて。え、しまった、真横から話しかけちゃった。うわ、何をやってるんだシオン。それじゃあ表情がほとんどわからないんだぞ。だって斜めだと思ったんだもん。うわ、ちょっと待って、マロニキがデレデレしてる。見たい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 。マロニキのデレてる顔見たいんですけど。あ、デレてる源氏くん。でもお話が終わったらいつもの表情に戻っちゃうわよね。あ、なんでシオンは真横から話しかけたの？あ、今度はいい角度。デレデレしてマロニキ。この角度ならマロニキの表情はっきり見えるんだから。デレデレしてって要求されるのは怖すぎるだろ。うん、かわいい。楽しそうな表情はかわいいんだけど、見たいのはデレデレ顔なんだよな。源氏のために諦めて差し上げなさい。まだ断る。気合十分だな。だってもうすでに若干のシオンちゃんからの圧を感じてるみたいね。このままだとこの間みたいに嫌がられちゃうわよ。それは悲しすぎるんですけど。うん、ダメだ。デレデレしてくれそうな気配がないな。もう今日は諦めましょ。そろそろ本格的に嫌がられちゃうわよ。ま
むむむむむ、諦めるか。じゃあね、マロニキ、今度またデレデレしてね。へえ、ま、マロニキが地面に座って、かわいい。やばい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 、ちょこんと座ってるマロニキの破壊力やばすぎる。シシ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 シ、オンちゃん、早くカメラを、その姿を写真に収めるのよ。あー、かわいい。別にシオンは映らなくていいから、ではカメラの操作ってどうしたらいいんだっけ。あ、シオンちゃん、次は最高の一枚写真に収めようね。カメラの操作極めておきます。演じからしたらもはや恐怖だろこれ。なんか社長さんが虫に興味を示したんですけど。へぇ、このトンボを預かりたいの。なんか博物館の館長に知り合いがいて、その人に詳しく見てもらいたいみたいね。うん、ちょっと降りたかったけど。いいよ、社長さんに預けるね。なんか虫を預けたお礼にアプリを教えてもらったんですけど。生き物図鑑だって。へぇ、生き物図鑑か。虫とか魚とか海の幸とかも記録できるんだってよ。え、海の幸、すごい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 。もしかしてあつ森って海の幸まで手に入っちゃうの。そうみたいですね。どんな海の幸があるんでしょうね。図鑑が埋まってくるのを見るのも楽しみですよね。楽しみすぎるでしょ。あ、そっか、レシピってスマホでも確認できるんだ。あ、そうなのか。わざわざ作業台に行かなくても素材がわかるんだな。鏡のレシピはあったあった。木材に鉄鉱石、なんか手に入れたことがない素材が必要なんですけど。あら、ほんとだ。どうやって手に入れるのかしらね。木の枝なら簡単に拾えるけど、木材はわからないわよね。釣り竿や虫取り網があるんだ。もしかしたら木から木材を手に入れるための斧とかがあるのかもしれないよな。うん、でもレシピとかは持ってないしな。どうやったら手に入るのか全くわからないんですけど。まあいいや、そのうち手に入るでしょ。とりあえず社長さんが他の虫も欲しいみたいだから、持ってた雲も預けちゃおうと。これっていくらでも預けられるのか。図鑑には別に預けてない虫も載ってたよな。この預けた虫たちはどうなるんだ。わかりません。あ、なんかもっとものづくりを楽しむためにレシピを教えてくれるんだって。何を教えてくれるんだろう。楽しみすぎるんですけど。レシピはスマホで送信してくれたみたい。へぇ、うわ、おのだ、見て見て、社長さんのくれたレシピおのなんだって。なんちゅうタイミングでおののレシピくれるんだよ。ちょうど今欲しいっていうタイミングだったよな。怖いんだぞ怖いんだぞ。シオン頭の中覗かれてるんじゃないか。もしかしてシオン、社長さんの手のひらの上で踊らされている。これは確実に踊らされてるな。まあいいや、サクッとおの作っちゃおうと。シオン早く鏡を作りたいんだから。あ、これだこれだ。いいじゃないいいじゃない。ちょうど素材持ってたんですけど。これはありがたいですね。すぐにでも木材を集められるじゃないですか。最高なんですね。よし、おのが作れたぞ。木材集めまくってやる。とりあえずどの木でもいいわよね。よし、これにしよう。使い方は虫取り網と一緒なのかな。うわ、すげー、見て見て、簡単に木材が手に入るんですけど。あ、なんか色違いの木材が出てきたわね。木材って何種類かあるのかしら。どうなのかな。ちょっと名前を見てみようと。木材。あ、これだ。ふむふむ、木材と硬い木材だって。やっぱり2種類あるみたい。鏡に必要なのは普通の木材3個だったわよね。あ、ダメだ。同じ木で無限に木材手に入るわけじゃないみたい。おや、また違う色の木材が出てきたんだぞ。木材は2種類じゃなかったんだな。今のは柔らかい木材だって。なるほどな。普通のと硬いのと柔らかいの。木材は3種類なのかな。これで木材は集まったと思うんだけど、もう1種類素材が必要だったわよね。もう1種類の素材って何だったっけ。確か鉄鉱石だったんじゃない。あ、やっぱりそうだ。へ、鉄鉱石？鉄鉱石ってどうやって手に入れるの？イメージ的にツルハシが必要なのかな？またタヌキチが教えてくれたりする？そうなのかな？斧でこの石殴ってみようっと。お？なんか出た。これってもしかして、鉄鉱石だー。やった？見た？今の見た？斧で石を殴ったら鉄鉱石がドロップしたんですけど。見た見た。やったわね、シオンちゃん。鉄鉱石を手に入れるツールも斧だったのね。最高なんですねー。よし、これで鏡が作れるぞ。じゃじゃーん、木製のテーブルミラーの完成。よし、急いで設置だ。テントに設置してイメチェンしちゃうぞ。イメチェンの選択肢増えませんでした。あら、最初に決めたのと同じ範囲でしか変更できないのか。まあこれで自由にイメチェンはできるようになったけど、これなら急いで作らなくてもよかったんだぞ。シオンのワクワク返してください。悲しい。クソ、もう怒った。いろいろ試して楽しみたかったのに、もうこうなったら一気に借金返済してやるんだから。あ、怒りのおかげで本来の目的に、なんだかんだで結構マイルも溜まってきてるのね。ほんとだ。あと600マイルで借金返済できちゃうじゃない。この項目をあと2つクリアすればいい感じかな。うんうん、そうみたい。これは掲示板に書き込めば達成できそうだな。これは買い物した金額で達成できるやつだな。残り2000ベル以下みたいだし、これも達成しやすいんじゃないか。よし、それじゃあ早速クリアしちゃうんだから、まずは掲示板への書き込みだ。おちょー、他に何か書くことなかったのかよ。あ、そっか、薬とかおのも豆吉くんのお店で買えたんだ。あら、ほんとですね。無理して作業台で DIY しなくてもよかったんですか。早く行って欲しかったな。でも前回見た時にはおのは売ってなかった気がするんだぞ。実際に自分で作る必要はないかもしれないけど、せめてレシピは持ってないといけない
のかもしれないな。ふん、それなら許してやらなくもないんだから。レオン、それぐらい笑顔で許し心を持とうな。タヌキチ君のお店あんまり欲しいものがなかったから、それならここでお洋服とかを買いたいな。一つはこれにしようかな。靴は何足あってもいいわよね。よし、買えた買えた。あとはこれでいいかな。なんか期間限定っぽいし、買えるうちに買っておくんですね。これでマイルも受け取れるかな。やっと借金返済までこぎつけたわね。よし、借金返済するぞ。どうもどうも。うん、そうなの。ジオンマイルが溜まったの。借金返済しちゃうんだから。払います。ジオンはこれで自由の身になる。お、やったな。ジオンちゃん、無事に受け取ってもらえたんだぜ。よかった。ジオン、借金してるの本当に嫌だったんだから。これでまた気持ちを新たに無人島生活を続けられるわね。あ、タヌキチさんがテント生活のこと気にかけてくれてるわよ。うん、最初はテント生活も悪くないとは思ってたけど、マロニッタチのお家を見せられたらな。ジオンだって自分の家が欲しくなっちゃってるのよね。まああれを見たらそうなるよな。あれ、もしかしてこの流れって、ジオンも自分の家を建てられるようになるんじゃないか。え、ジオンの自分のお家、マジだ。マイホームを建てるオプションサービスだって。欲しい欲しい。ジオン、自分のお家欲しいんですけど、どうしたらジオンのお家建てられるの。え、ローンを組むことができる？それってもしかして。お、恐ろしい言葉が出てきたわね。まさか無人島に住宅ローンが存在するなんて。ねえねえ霊夢、それって、それって、ここまで来たらわかるでしょ。シオンちゃん、別の借金を抱えるってことよ。あー、波の音が気持ちいいな。シオン、無限に借金を背負う珍しい夢を見ました。現実逃避しちゃってるじゃねえか。